日ごとの糧、2023年2月10日。いかに美しいことか、山々を雪めぐり、良い知らせを伝える者の足は。彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、とシオンに向かって呼ばれる。イザヤ書52章7節。平和の福音を告げる準備を履物としなさい。エフェソの信徒への手紙6章15節。この時代こそ、今こそ、平和の福音が語られ、平和を告知する人が求められている時代はないと思います。神との平和、そして人との平和、国と国との平和が語られ、本当にそれがこう実行されるようにと願いながら生きるという姿勢が必要だと思いますね。しかし、まあ現実的にはなんとなく語られても実行されないような気になったりとか、まあ理想論だよね、そんなのって片付けられてしまうような気がしたり、まあ、にもかかわらずやっぱり平和こそ私たちに必要なものなんだと思うんですよね。ただ、人間の間の平和というのは、私とあなた、私と誰かという間で成立するものですけれども、なんかいつの間にかこう、個人主義というか、私さえ良ければそれで OK というね、他の人のことなんかどうでもいいっていうような風潮がやっぱり強くなってくると、それ自体でやっぱりもうね、平和を作るということ自体が押しのけられてしまうような気がするんですよね。まあ、くどいですけれども、にもかかわらず、平和は必要であり、語られる必要があり、そのための努力というのは、払われるべきものだと思います。まあ、もちろん、いろいろな理由があって、平和がこう、行き詰まっているっていう状況がありますよね。でもやっぱり人間って、語り合うことのできる生き物だから、こういう場でこそ、ね、意見を出し尽くすと言いますか、そういうことっていうのが必要な気がしますね。それぞれのところに平和が届くようにと心から願います。大きな地震もありましたよね。シリアの方ではね、ものすごい数の方が亡くなっておられますけれども、まあ、政治不安というのはずっとあの辺にはあるわけですが、やはり平和がありますようにということを祈らないわけにはいかないですね。本当に世界中平和が必要ですもんね。まあ世界のことというとなんとなくこう他人事になりますけれども、手の届くところでの平和をまず私たちは確立していく必要があるんだろうなと思います。今日も平和でありますように。それではまた。